にちは、赤ちゃんです。今日は、100円ショップで面白いものをたくさん買ってきたので、それを紹介したいと思います。みんながよく知ってるダイソー、セリア、キャンドゥとかじゃない、ちょっとね、聞いたことのないような名前の100円ショップを2軒回ってきました。今回はそちらで買ってきたものを紹介したいと思います。基本的にはスクイーズが中心になってるんですけど、その他にも気になった面白いものを買ってきました。それでは、早速紹介していきます。はい、こちらです。じゃじゃーん。じゃあ、最初はこれかな？まあ、よくありそうなやつからいきます。じゃじゃーん、こちらです。これはですね、結構見かけたことがあるから、その100円ショップ以外にも売ってると思うので、まず1個目はこれ。なんだかんだ持ってなくて、なんかすごく欲しいなってなっちゃいました。じゃじゃーん！こんな感じなんだ。え、なんか中に硬いの入ってるけど、これ何？ちょっとすぐ気になる。え？ああ！え？まさかの、ちょっとイメージとちょっと違ったな。嘘でしょ？やばい。解剖しちゃった。こんな感じのたい焼きのキーホルダーだったんですけど、これプニプニしてて、ここをね、キュッて押すとあんこが飛び出てくるっていう。これがね、僕スクイーズかなと思ってたんだけど、ここビーズでした。だからちょっと硬かったのがちょっとね、想像と違った。ほら、普通に飛び出てくるのはね、空気だけだからさ。だからビーズをちゃんと押さないと、あんこが飛び出てこないんですよ。ビーズだった。ショック。これはね、ちょっと。まあでも、たい焼きの触り心地はちょっと気持ちいいかなっていう感じです。プニプニしてて。まあなんか可愛くて面白い商品ですよね。いや、中身をね、スライムに変えたいなぁ。まず1個目、こんな感じでした。じゃ次から、すごいですよ、次から。多分しっかり選ぶと買わないんだけど、思わず手が止まっちゃったので買っちゃいました。こちらです。じゃじゃん。かわいくないこれ。はい、こんなお人形です。かわいくないこれ。お目目が飛び出ててさ、これまさかと思って、こうやると、うわ、怖い怖い怖い。これはね、このシーンはすごく怖いの。このシーンはすごく怖いから、買うつもりなかったんですけど、でもなんかやっぱりちょっと触りたくなっちゃうところあるじゃん、こういうのって。え、なにこれと思って触りたくなっちゃったりとか、この前に足を止めちゃったので、買うことにしました。目が飛び出すのはちょっと怖いんだけど、お腹がね、ピョンと飛び出るとかだったら面白かったね。見た目がすごく可愛くて、お気に入りです。いや、なんだかんだ買ってよかったです、これは。続いてこちら、じゃじゃん。見てください、なんかね、ほら、もじゃもじゃしてるんですよ。気になるよね、これ。普通表面ツルツルじゃないですか、こういうのって。だけどほら、なんかたわしみたいになってます。さあ、どんな感じだろう。あ、ただの空気でした。これも中にスライム入ってたら気持ちいいよね。あー、なんかね、ここのこれがさ、意外と触り心地いいかも。こう、そーっと触るとね、ふわふわしてる感じがある。そして見た目も可愛い羊さんなので、癒されますね。ここら辺は癒しアニマルで可愛いですね。たい焼きはアニマルかな？違うか。可愛いですね、ここら辺。やっぱり、いろいろなおもちゃあった中で気になったのだけ選んできたので、このセットすごくいいからお友達にさ、福袋でプレゼントしたいかも。可愛いよね、これ。続いて、ちょっとね、次はスクイーズじゃないんですけど、もうこれは一目惚れでした。こちら！じゃじゃーん！お耳パタパタしてるの。ソーラーダンシングゾウさんだって。見てめっちゃ可愛くないですか？癒される。これは。可愛い。これは普通に飾っときたいですね。めっちゃ可愛いです。続いて、じゃじゃん！こちら！パッケージもね、ちょっとパッと見新しい感じで、意外と見かけないので、最新のスクイーズなのかな？これがね、すごく気持ちよさそうなんです。こういうタイプのスクイーズ僕買ってなかったので過去に、ちょっと開けてみますね。こちらです。お、ちょっとずっしりしてるから紙粘土か何か入ってるのかな。いきまーす。あ、めっちゃ気持ちいい。うわ、ほら、紙粘土だ。ほら、紙粘土です。いいねー。え、これすっごく気持ちいいよ。クオリティ高っ。やっぱね、パッケージからすごく気持ちよさそうだなと思って買ったんですけど、これは大正解。100円ショップのスクイーズの中で、もうすごく、え、ちぎれたんだけど、こうやってやるとほら、ここがね、裂けてボールチェーンが外れちゃった。あれ？普通に今遊んでただけなのに、プチってちぎれた。ちょっとゴムが劣化してたのかな？ちょっとなんか黒くて汚れてますね。やっぱり、100円ショップだからそこは仕方ないのかな？だけどね、これすごく気持ちいい。うわ、気持ちいい。え、
これ気持ちいい。この素材がすごく厚みのあるゴムなんですよ、ここ。こういうね、紙粘土系のスクイーズって、ちょっとゴム薄いよりも厚めの方が、結構ムニムニしてて気持ちよくて、で、さらに紙粘土だし、さっきみたいに空気じゃなくてね、紙粘土が入ってるし、この素材もね、すごく伸びるの。伸びる素材で、さらに、ちょっとね、ムニ、もちってしたゴムだから、すごく触り心地気持ちいい。で、なんかね、すごくサラサラですね。こういう系結構ベトベトしちゃってるんですけど、すごく肌触りがサラサラなので、あんまりゴミもつかなそうな感じはしてます。全然ベトベトしないですね。多分そのベトベトしないところがまた気持ちいいのかもしんない。すごくいい感じです。いや、もう最高ですね、今回。たった500円でさ、こんなにもすごく満足のいくものってなかなかない。それではラストです。ラスト1個はこちら。じゃじゃん。原石発掘。え、待って。あ、びっくりした。シークレットがあるのかと思ったら、どれを発掘できるかなっていうことなので、シークレットはないみたいでした。これね、パワーストーンだと思います。この間たまたまパワーストーンのお話をしてたんですよ。それでね、すごくパワーストーンなんかいいなと思って、でさ、自分で選ぶのもいいけど、何が出るかわからない?もうなんか自分が何かわからない状態で選んだパワーストーンって、たくさんある中から、僕が選んだものだから、すごくなんか特別なものかなっていうのも感じて、ちょっと興味があって買っちゃいました。いろんなパワーストーンがあります。恋愛運アップ、健康運アップ、勝負運アップ、え、最強の万能石、え、クリスタルだそうです。合格運アップ、金運アップ、魅力アップ、もう何がアップしても嬉しいですね。それでは早速発掘してみたいと思います。何の石が出るかな。いや、楽しみだな。自分には何の石が当たるんだろう。パワーストーン。よし。はい。うわ、砂がすごい。後でまとめて掃除ですね。うわー、すごい。ジャリジャリ。それでは、いきます。これで掘れるの、まず。あ、少し硬いけど、掘れますね。うわー、ここの棒も使えるのかな。グリグリ作戦。うわー、すごい砂。穴開きました。うわー。うわ。うわ、すごい。これは掃除が大変だ。かなり飛び散っちゃう。出てこないですね。お、お、お、見えた、ちょっと。一気に見えてきた。待って待って待って。先に発掘しちゃおっか。うわ、見えてきた。待って待って。結構奥にいるよね、これ。周りをもう少し広げないと。うわ、うわー、パコってやっちゃう。うわっ。ちょっともったいない取り方しちゃったかもしんない。こんな石が出てきました。一見ちょっと緑系も入った淡い色ですね。本物の石だね、これ。それでは鑑定しましょう。この石が何なのか。さあ、なんか一見クリスタルに見えるような感じしますね。それか、ニュージーエイド。どっちかだよね。緑にがかってもいるんですよ。うわ、わかんないなぁ。あ、これだね。だけどこんなキラキラはしてないよね。でもここまで緑でもないじゃん。これだよね、やっぱりクリスタルになるのかな、これは。ほら、クリスタルキラキラしてない?これ。これ何?ん?ニュージーエイドかな?知恵と安らぎの石。中国では長寿健康、富などおめでたい石として有名です。健康運アップ。これで合ってるかな?クリスタルっぽいような気もするんだけど、万能の強運石。悩みや不安を解決し、プラスのエネルギーを与えてくれると言われています。ちょっとクリスタルとニュージーエイドを検索してみよう。鑑定が完了しました。この石はニュージーエイドという石でした。ちょっとね、この写真見てください。茶色の点々がね、あると思うんですけど、これもね、ちょっとわかるかな?ちょっと分かりづらいかもしんないけど、茶色の点々があります。もうこれで確信しました。そしてね、ちょっと色が薄めです、僕のやつね。だからちょっとクリスタルかなと思ったんですけど、クリスタルはみんなが想像するような透明の石でした。あの水晶みたいなね。ニュージェイドってね、すごくいい石だなと思って、原石図鑑っていうのでちょっと今調べてるんですけど、ネガティブなエネルギーを和らげる、優れたヒーリングパワーが宿んでいる。有名なセラピストやヒーラーたちなどからも支持される
守護石です。うわーもういいのもらった。ニュージェイドは持ち主の願望を読み取り実現させるための力が与えられるでしょう。チャンスを引き寄せる効果があるパワーストーン、運気の流れを変えた時に最適な守護石と言えるでしょう。いいアイディアを得るだってめっちゃいいじゃん。すごくね、いい石をゲットしたと思います。他のやつはさ、勝利へ導くとか、合格するとか、金運がアップするとか、魅力がアップするとか、そういうことばっかなんですけど、ニュージェイドはすごく僕にぴったりの石だったなって思います。これはね、ちょっと、お財布の中にでも入れとこうかな。よければ、皆さんも原石発掘、面白いので、自分が数ある中から選んだ石がこれだったので、やっぱ落としまくりだ。すごくこの石はね、大切にしたいと思います。ワクワクを楽しめたし、なんか今後も心の支えになってくれそうです。っていう感じで、今日は普段見ないやつを取り扱ってるお店2軒で買ってきて、2軒の中からさらに厳選して買ったので、すごく良かったと思います。本当にこれで福袋作れそうだね。お気に入りの順位を決めるとすると、見た目部門はこれが一番お気に入りかも。押した時怖いよね、これ。だけど見た目すごく可愛くて、見た目部門1位。触り心地部門はもう圧倒的にピーチです。他のフルーツもありました。バナナと、あともう一個何だったっけな、あったんですけど、ピーチが可愛くてピーチを買いました。ワクワクとか、そういったのでは、この原石最後の発掘のやつが面白かったです。これはね、みんなにもやってほしいなって、何の石出たかとかね、コメント欄でぜひ教えてください。もしね、今回紹介したもので面白そうなものを見つけたら、ぜひ買ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。